皆さんこんばんは、スルメです。今日もですね、ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド SP をね、実況していきたいと思います。それではね、続きからやっていきたいと思います。はい、ということでですね、今戸惑いの扉に来ているんですけども、いつもならね、普通に最初からやるんですけども、本当にね、私のね、アホというか私のミスでですね取れてなかったんですよね、前半が。途中でね、気づいて今ね、慌てて取り始めているんですけども、このね、カエルすごいんですよ。この人面見て見て、ほら人面なの。めっちゃ面白くないですか、この人面ガエル。これね、あと人面ガエルも面白いんだけど、そう、この大ニワトリをねスカウトしてゲットしたんですけど、これがね、もうめちゃくちゃ強くて、普通の攻撃のね力もすごい強いんですけどね、なんか眠り状態にしたりとかされてね、すごい手こずりました。スラボーがもう HP9 だしもうね、ほんと大変でした。もこちゃんもね、ほんとなんか残り2とかになっちゃって結構大変だったんですけど、まあでも強かったのでね、ちょっと一時的にパーティーに入れましたね。はい、まあこんな感じでございます。いや、戦いましょうかね。そう、このね、人面ガエルがね、可愛いんですよそう、一見ね、なんかこの顔がね、すごい気持ち悪い感じなんだけど、このカエルのね、本来の顔を見るとすごい可愛い顔をしててね、結構好きです、私。ではね、普通にそう、ホイミしすぎてね、ドラゴスライムの MP がめちゃくちゃないんですけど、どうしよう、ちょっとね、稲妻しよっかね。稲妻しましょう、強いから。 OK、 ドーン、いいですね。あー、嘘、生き残った稲妻で、マジか。あ、 OKOK、 よかったよかった。これこれと戦ったの、さっきこの大ニワトリ、これめっちゃ強かったからもう戦いたくないほら見て、ほら目がね、すごい可愛いんですよ、この人面ガエル。動きもちょっと面白くてね、ほんとね、嫌いじゃない。そう、このさ、人面ガエルのさ、自我がどっちかっていうのがすごい気になるんですよ。この人面の顔の方が喋るのか、この本来のカエルの方が喋るのか、もしくは両方喋るのか、なんか相談とかできるのか今日のご飯なんだろうとか話したりするのかなっていうのがね、すごい気になりますね。よし、あ、薬草を手に入れました。ちょっとね、今ね、ボス戦に行くのひよってますね。ちょっと大ニワトリにかなり苦戦したので、わ、すごいいいポジション、見てやばい、あ、やっぱそうなるよね。やばい、後ろからだから先制攻撃になっちゃうよ。やばい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 、待って待って、もうコッキーがやばい。よし、オッケーオッケーオッケー、おお、いけ。後ろから見ると普通のカエルなんですよね。このさ、 M サイズのモンスターってたまに2回攻撃することがあるんですけど、その定義っていうか、なんかどういう状態だと2回攻撃するのかっていうのがね、ちょっと未だに分かってないんですよね。わ、なんかやばい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 、なんかめっちゃやばそうなのいっぱいいるじゃん、超怖いんですけど。え、めっちゃ怖いな、空飛んでるやつとかいる。あ、強そう、こりゃ強そうですな。そう思った、なんかね、ここ強そうなんで、スカウト後で来ようかな。ちょっとなんかスカウトしてる余裕がないかもしれない。
やばい、何これ何これ、怖い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 です、怖いです。あ、でも弱いな、攻撃自体は弱いかも。え、え、何これ、え、怖い怖い怖い、え、何、あ、なんか魔王者の執念っていうのがなんかどれだけダメージを食らっても死なないっていうやつなのかも、もしかして。だってめっちゃ攻撃したのにさ、全然死ななかったじゃないですか、さっきのやつ。なんかそういう技があるんですね、怖っ、めっちゃ怖い。わっ、ほんまや、めっちゃめんどくさいこいつ、やばい、このターンが終わるまで死なないとかそういう系なんだ、絶対このターンでは死にませんよっていうやつなんだね。あー、でもあれかな、自分のあれになるって考えたらいいのかもしれないですね、ゾンビだからか、なるほどね。だから一発では死にませんと。なんだ怖っ、なんかやられた、あ、でも全然大丈夫、あれ、さっきのやつは魔王者の執念じゃなかった、やった、めっちゃアホな顔してますけどスカルガル、めっちゃ元気、やった、嬉しい。え、これ強いかな、やった、なんかこの子はね強くなりそうな気がするんだよね、やったやった、捕まえられた、めっちゃ長かったこれ捕まえるの。よし、展開復しました。ではね、ボスに挑みたいと思います。戸惑いの扉のいざないの水晶に不思議な光が灯った。これね、なんかつけると何が起こるかは分かんないんですけど、なんかねつけといた方が良さそうなんでね、いつもつけてるんですけど、怖い怖い怖い、じゃあねボス戦挑みたいと思います。よし、行きましょう、中に入ります。木ですね、木木木木木だけにねよくここまで来れたの。うわ、すごい強そう、あ、やばい、なにこれでかっ。じゃが残念なことにここが行き止まりなんじゃ、すごいキャラ、怖い、食べられそう、うわ、子分連れてます子分連れてますね、あー、これ最初もクッキーにしとけばよかった、稲妻ぶちかませばよかったですね。あ、今からでも遅くないか、ちょっともうクッキーぶちかましましょうか、ちょっともうクッキーの稲妻ぶちかまします。よし、よし、オッケー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 、いいよいいよ、オッケーオッケーオッケー、いいですねいいですね。え、怖い、何怖い怖い怖い、何何何、レギラマ、え、何、怖い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 、ひー、あ、大丈夫っぽい、人面獣、人面ガエルもいましたもんね、ここら辺はちょっと人面的なのが多いのかもしれない。これ木だからメラ効果抜群とかないんかな、発火しましょう、
特にないのか。効果抜群とか特にないのか。ないんですね。怖い。おお、嘘でしょ。怖い怖い怖い。ああ、やばいやばいやばいやば。ちょっとやばすぎる。びっくりした。びっくりしたー。これはベホイミだな。これはベホイミだわ。で、稲妻しましょう。よし。いけ、稲妻。ドン。あ、すごい強い。さすが。コッキーやばいですね。あ、よかった。ベホイミできたんで。でもちょっと次ら辺でドラゴスライムが死んじゃいそう。やばい。あ、ホイミ撃ってた、撃ってた。よし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 。いけ。もうコッキーの強さ。いけ。まだダメか。まだ死なん。怖い怖い怖い。おお、36。うわ、これ2発来るのが怖い。これ100超えのやつら、HP100 超えの子たちはさ、安心して見てられるんですけど、なんか100ないドラゴスライムともコッキーにね、やられると、すごい、ドキドキします。あ、っていうかあれだ。ドラゴスライムの MP がなくなってしまったんで、回復ができないな。ベギラマ。やばい、怖い、怖い怖い怖い。どうしようかな。入れ替えるか。ちょっとドラゴスライムじゃなくてスライムにしましょう。いや、タイガーランスにしとるか。ちょっと一旦これで火力重視でいきましょう。間違えた、違う。これは稲妻、最後の稲妻を。いけ。よし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 、オッケーオッケーオッケー。あっ、やった、よかった。ファッファッファ、わしを倒しよったわい。誰、森にいるのも飽きたし、お前さんについていこうかの。怖い。こんなんついてこられるの。人面獣が仲間になった。人面獣はああやって森に迷い込む旅人を襲うんだね。さあ帰ろう。あ、でもランク C だ。おう、スルメよ、人面獣を倒したか。人面獣は呪いによってあんな姿になってしまったと聞くぞ。一つ、マルタの王も呪いにかけて人面獣にしてやろうかな。それ言い過ぎ。そうじゃ、そなたは旅の扉の中で道行く人に出会ったことはないか。彼らは他国マスターと呼ばれる者たちで、大樹以外の国から来たマスターなのじゃ。他国マスターは滅法強いが、勝負に勝てばご褒美をくれることがあるぞい。もしも負けてもお金を取られたりはせんから、思い切ってドーンとぶつかってみるんじゃ。これ前回も言われましたね。それでは忙しいので私は失礼する。いそ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 。ということでですね、今回は戸惑いの扉をクリアしたんですけども、いやー結構ね、戸惑いましたね。まず最初の方が取れてなかったっていうね、アクシデントがあってね、本当にねすいませんでした。ちょっとこれからはね気をつけたいと思います。はい、それでですね、まあ、この大鶏をねゲットしたんですけど、なんかね戦った時はすごく強く感じたんですけど、なんかね仲間にしてみたらちょっと微妙だったので、ちょっと大鶏はね外したいと思いますね。
モンスター牧場に行こう。いろいろね捕まえたんですよね。あ、これ人面獣がまあボスで、あとこのキャットフライ、首狩り族、スカルガル、アニマルゾンビ、人面ガエル、青鉢騎兵、突進小僧、プークプックをねゲットしましたね。プークプックってすごい名前はね可愛いなって思いましたね。人面ガエルがちょっとお気に入りなんですけど、あとこのアニマルゾンビもなんかちょっと強そうだなと思ってて、なんかね死なないんですよね、ちょっとの間。なんかなんだっけ、名前忘れちゃったんですけどなんかねそういうスキルみたいなのがあるっぽくてね、ゾンビらしくね、ちょっとねいいなって思いましたね。これもなすごいアホな顔しててね可愛いんですよ。ちょっとね迷いますね、誰を連れていくか。このねブラウニーは本当はね連れて行きたかったんですけど、そう序盤で死んじゃってそうブラウニー死んじゃったんで、あの大ニワトリにね変えたんですけど、あともう一体どうしようかな、もう一体連れていけるんですけど、アニマルゾンビちょっと使ってみようかな、どうしよう。いやでもオッドアイカムバック、オッドアイじゃない、ビッグアイカムバックですね。あのね私何気にねこの見た目だけで今まで出てきたモンスターの中で見た目が一番好きなのは実はビッグアイなんですよ。これすごく可愛い、なんかモンスターズインク的な可愛さがある。あとなんといっても動いてる姿が一番可愛いのはビッグアイなんですよ。ビッグアイとドラゴスライムがもう可愛さはナンバーワンナンバーワンツーなんで、できればね使っていきたいんで、まあやっぱこれですかね。はいはい、ということでですね、次回は格闘場にね挑戦したいと思います。もしよろしければ私のこのチャンネルをね登録していただいて、私のドラクエライフを見守っていただけるととても嬉しいです。コメントで応援感想アドバイスいただけるとね本当に嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。